私立歯学部で受験生に人気のある大学といえば東京歯科大学と昭和大学歯学部ですが、どちらの大学を受験するか悩む受験生もいそうですね。そうですね、確かにこの2校で悩む受験生も多いように思います。東京歯科大学と昭和大学歯学部をさまざまな点から比較してみましょう。東京歯科大学は何といっても歯科医師国家試験合格率の高さが人気の一番の理由ですね。そうですね、受験生本人だけでなく親御さんも東京歯科大学の国家試験合格率に魅力を感じているようです。昭和大学も国家試験で頑張っていますが、東京歯科大学には勝てませんね。いや、そうでもないんです。どういうことですか？この表を見てください。新卒合格率ですが、出願者数と受験者数と合格者数、そして合格率があります。合格率は受験者を合格者数で割ったものです。東京歯科大学の 96.0% は素晴らしい合格率です。見落としがちなのですが、出願者数もありますね。出願者数とはどういう数字ですか？6年生の人数と考えてください。出願者数と受験者数には差があります。この差は何だと思いますか？歯科医師国家試験に出願したものの自信がなく受けなかった人がいるということですか？そういう人もいるかもしれませんが、大学が受けさせてくれなかった人と考えてください。国家試験に出願したものの卒業試験をクリアできなかった人たちです。ここを絞ることで合格率を上げることができます。昭和大学の出願者数と受験者数の差は7名ですが、東京歯科大学は27名の差があります。そもそも出願者数が随分違いますね。いいところに気がつきました。昭和大学歯学部の入学定員は96名、東京歯科大学の入学定員は128名です。入学定員と出願者数の差は前年の6年生での留年者数と考えられます。昭和大学の入学定員と出願者数の差は7名、東京歯科大学は25名でした。東京歯科大学の方が卒業審査、国家試験合格の可能性を厳しく見ているようです。出願者数が6年生の数だとすると、6年生全体の合格率はどうなるのですか？こうなります。昭和大学の6年生の合格率は 82.5%。東京歯科大学の6年生の合格率は 79.1% となり、6年生の合格率を見ると昭和大学が上回っています。東京歯科大学は歯科医師国家試験に合格できると考えられる6年生だけを卒業認定し、国家試験を受験させているとも言えそうです。一方で既卒生の合格率を見ると東京歯科大学の合格率の方が上回っています。東京歯科大学の方が卒業後のフォローが手厚いようです。入学後の学生支援の手厚さも気になります。教員1人当たりの学生数を見てみましょう。東京歯科大学の教員1人当たりの学生数は 2.8 人で、私立歯学部で最も教員1人当たりの学生数が少なく、手厚い指導が期待できます。昭和大学歯学部は私立歯学部で平均的な数字です。伝統という点ではどうですか？東京歯科大学の歴史は私立歯学部で最も長く、明治23年に設立されています。医学専門学校からスタートした昭和大学の歯学部設立は遅く、昭和52年の設立です。歯学部の歴史と伝統という点では差があります。短科大学と医系総合大学という点も違いますね。東京歯科大学は歯学部の短科大学ですが、昭和大学は歯学部の他に医学部、薬学部、保健医療学部を持つ医系総合大学です。
特に1年次の寮生活で4学部が一緒に生活しますので、他学部の学生との深い友情ができます。またチーム医療実習などもスムーズに行えます。受験生も親御さんも授業料は気になると思います。東京歯科大学は私立歯学部の中で6年間の授業料は最も高い大学です。その分手厚い指導が受けられるということでしょう。昭和大学の6年間の学費は私立歯学部でちょうど真ん中になります。東京歯科大学より490万円学費負担は小さくなります。東京歯科大学と昭和大学歯学部どちらも魅力的な大学であることは確かですね。最終的には受験生やご家族がどういった点に重きを置くかだと思います。今日のお話が受験生の皆さんの受験校選びのお役に立てるといいですね。今日はありがとうございました。